Video Diary January the 11th, 2018 by Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. ビデオ日誌2018年1月11日、林博史です。おはようございます。今日はこの後、今行くよエピソード2の原稿を朗読します。去る2017年12月10日号で発表した原稿です。こんにちは。こんにちは。もう少し明るい声で、こんにちは。こんにちは。じゃあお父さん見せてあげる。どうだ？笑ってるか？うん。泣いてる、どっち？笑ってる。笑ってるか？よかったね、お父さん笑ってて。じゃあ今度はお母さんです。お母さんが今日困っています。ああ、今日困ったわ。私。今日何おかず、夕飯のおかず何にしようかしら。全然アイデア湧かないの。お母さん困ってます。じゃあお母さん、今日はね、ハヤシライスにしたら。ハヤシライスって知ってる？知らない。あら、ハヤシライスを知らないとは何事だ。林先生のハヤシライスだぞ。ね、あははは、じゃねえか。うん、そう、ハヤシライス好きな人一人だけ。君たち、ハヤシライスにしなさい。いいね、ハヤシカレー、ハヤシライス、いろいろあるから。わかったね。食べたことない。じゃあハヤシライス？わかんない。見たことない。そう。で、僕は言いました。お母さん、じゃあハヤシライスにしなさい。そしたらお母さんがどうだ？笑ってるか泣いてるか？困ってるか？笑ってる。え？笑ってる。ほら、じゃあ今日のおかずはハヤシライスって決まったわけであります。よかったね。ハヤシライス好き？あなた。今行くよ。エピソード2。12月10日号より火星へ行ってみたい。夜午後9時ごろ家を出た。山荘へ向かった。途中で食事をした。回転寿司屋で寿司を食べた。その後コンビニでいろいろ買った。チューハイの缶と菓子類、それに翌日の食料など。山荘のふもとに着く頃には午後10時を大きく過ぎていた。坂道を上がった。いつもの景色。暗闇の中、ライトに照らされる森の木々。そんな時、私はふと弱みを漏らした。こんなことしていて何になるのだろうと。愚痴？分かっている。こんなことをしている意味がわからない。どうしてほしいの？そうだな、何かいいことがないと続かないよ。例えば何かの楽しみ。このところ動画作りをしていても何かにつけて疲れを覚える。やる気を奮い立たせるのに苦労する。謎解きの感動もあまりない。以前ほどはない。そうだな、例えば宇宙旅行に連れて行ってくれるとかさ。いつか連れて行ってくれるわよ。死ぬまでに火星へ行ってみたいと。そんな抑揚のない会話が続く。坂道を登り切ったところが大きな広間のようになっている。両側の角に2軒の家があり、その間に分かれ道がある。今度はその分かれ道を下る。ジェットコースターのような下り道。その坂を下へ300メートルほど進むと右側に家が2軒並ぶ。さらに100メートルほど進むと私の山荘のエントランスへやってくる。それを一度右へ曲がり、続けて左側に曲がる。その時ワイフが最初に言った。
玄関と、あら、電気がついてるわ、と。三層の玄関灯がついていた。手前の庭を明るく照らしていた。その前々日、山荘から帰るとき、電灯を消し忘れたらしい。が、それは言わなかった。ワイフも何も言わなかった。私たちはいつものように玄関の前に車を止めた。そのとき、私はこう言った。電気を消し忘れたのかなぁと。が、すかさずワイフがこう言い返した。おかしいわねと。で、その後、いつものように玄関を開け、山荘の中に入った。一度荷物を玄関の上がり場に置き、今の電気をつけた。いつもの行為、いつもの繰り返しが、玄関灯が気になった。消し忘れるなんてありえないよ。だいたい玄関灯などつけないから。そうね、玄関灯なんてつけないわよね、と。私たちは夜寝るときはいつもすべての電気を消す。浜松市内の自宅でも、そして山荘でも、寝室もいつも真っ暗にする。枕元のランプすらつけたままで寝ることはない。結婚以来ずっとそう。が、その玄関灯がついていた。いや、一度つけるとしたら、山荘の中に入るとき、荷物が多いとき、そのときは玄関灯をつける。が、玄関の戸締まりをすると同時に電気を消す。いつもの行為、いつもの繰り返し。今に座るとまたその話になった。玄関灯がついていればわかるわよ、とワイフ。私たちは大抵夜中に山荘に着く。そして翌朝は午前8時前後には山荘を出て浜松市内の自宅に向かう。この5年間ずっとそうしている。山の中の山荘だから夜中に来る客もいない。周囲は夜になると森の木々に隠れて真っ暗。玄関灯をつければその明かりで山の中まで光が届く。障子戸でその窓だけ雨戸がない。玄関灯だけつけて寝たのかしら。それはない。ついていればわかるはず、と。2016年11月28日。ちょうど1年前の2016年11月28日の朝、私は、今行くよという言葉で飛び上がった。玄関から外に出た。そこで私はあの UFO を見た。その日はそれからちょうど1年目になる。私は風呂場の窓ガラスに張り紙をした。2017年11月28日 Welcome home on November 28th 6 o'clock a.m. と。つまり11月28日午前6時に待っていますと。庭に電気を10の字に並べた。雨戸をすべて開けた。縁側に布団を敷いた。その日は縁側に寝ることにした。そこに寝れば外を見たまま眠ることができる。目を覚ませばそのまま外を見ることができる。縁側の南側は 5メートルから7メートルほど先で崖になっていて、道路があり、その向こうは深い谷になっている。私は確信していた。その
ちょうど2週間前の11月13日、そして20日と不可解な出来事が続いた。次は11月28日、ちょうど1年目。そのまま何も起こらないで済むはずがない。UFO 早めに床に入るつもりだったが、寝るとき時計を見ると午後11時45分になっていた。翌朝は午前4時半に起きるつもりだったが、目覚まし時計を忘れていた。どうしようかとあれこれ動いている間にまた時間が過ぎた。ワイフは壁にかかっていた時計を枕元に置いた。私はパソコンのカタログを並べた。カメラとビデオカメラも並べた。それ以外はいつもの休眠儀式。明日は来るよ。来るわね。そんな感じがすると。床に潜り込むとき、そんな会話をしたが、そこまで。私は左側を向いてカタログを見ていた。ワイフは私の右側にいて外を見ていた。が、その時突然、ワイフがこうつぶやくように叫んだ。あ、ホタルと。それを聞いて私は間髪を入れずこう答えた。カタログを見たままだった。ホタル？そんなものいるはずがないだろうと。だって今、スーッと光の帯が見えたのよ。光の帯？そう、綺麗だったわ。あのレモンの木の向こう側。どんな光？最初は白くて、下の方へ行くにつれて青くなっていったわ。帯のようだったの？それとも光の玉？最初は玉だったけど、だんだん長くなって帯のようになったわ。風船みたいにか？綺麗だったわ。本当に綺麗だったわ。と。UFO という言葉を最初に口にしたのは私の方だった。が、ワイフはその時まで UFO にそういう形のものがあるとは、あることを知らなかった。私も知らなかった。が、まさに何でもござれ。それが UFO。大きさは？それがね、親指くらいの太さよ。長さは3メートルから4メートルくらいかしら。はっはっは、それはプラズマだよ、プラズマ。と。どこかの大学教授の口調を真似てそう言った。冗談のつもりだった。が、ワイフにはそういう冗談は通じない。そんなのじゃないわよ、と。すかさずワイフは言い返した。玄関灯。それから眠るまでまた玄関灯の話になった。真っ暗な床の中。その状態で玄関灯がついていれば、廊下を経由して縁側まで光が届くはず。隣の今も明るく照らし出されるはず。つまり玄関灯を消し忘れるなどということはありえない。だいたい玄関灯などつけない。つけるとしたら玄関の内側の、つまりは家の中の玄関灯。今から台所へ行くとき、その玄関灯はつけるがすぐ消す。私たち夫婦は戦後生まれの団塊の世代。電気をつけっぱなしにすることなどありえない。つけっぱなしにすることなど許されなかった。そういうふうにして生まれ育っている。そういうふうに子供の時からしつけられている。が、その時、ポーッと胸の中が暖かくなるのを感じた。エイリアンが家の中に来たんだよ。そうね、と。
言い忘れたが、夜中に山荘へ来るといつも玄関の鍵を開けるのに苦労する。真っ暗闇の玄関、小さなランプで鍵穴を照らしながら鍵を開けるが、その夜は前もって玄関灯がついていた。苦労して鍵を開ける必要がなかった。それを思い出したとき、さらに胸の中が暖かくなるのを覚えた。実況中継。翌朝、つまり11月28日は午前5時ごろ目が覚めた。いつもそうだが、私には目覚まし時計は必要ではない。体内時計が勝手に作動する。いつも前もって決めた時刻に目が覚める。その時の実況中継は動画化してありますので、ここに紹介します。次回に続く。以上、12月8日号発表原稿より。今日は生きた証について考えてみます。生きた証、人はですね、晩年になると生きた証を探し求めて、うろ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 とそのあたりをさまよい歩くものではないでしょうか、ということなんですね。人それぞれであり、人それぞれが考えて、と言いますかね、人それぞれの価値観、思いというものがありますから、さらにそれに出ますか、生きた証に哲学、人生観が集約されますから、要するに私は私であり、あなたはあなたであり、彼は彼であり、そして彼女は彼女であるということですね。どちらがいいとか悪いとか優劣をつけてですね、あるいはどんな人の価値であってもですね、それは自分の目から見てどうこうだからといってジャッジしてはいけないということですね。ですから、それぞれの人がそれぞれのですね、生きた証を見つけて、そしてさまよい歩く、かくいう私も本当にさまよい歩いている感じがしますね。となると、生きた証とは何かということなんですけども、分かりやすく言えばですね、とっても分かりやすく言えば、死んだ後も名を残すような、いい意味でですよ、名を残すようなことをするということが生きた証になるのかなということにもなるわけですけども、どうもそうでもないみたいですね。つまり生きた証というのは自分の死後の問題ではなくて、まさに死ぬ直前の問題ということになるのではないでしょうかね。その時に、ああ自分は生きたんだという思いがあれば、その思いに安らぎを覚えて静かに目を閉じることができるんじゃないのかなと私は思います。こんな話をですね、ある本で読んだことがあります。遠い昔ですね、戦後間もなく遠山丸事件というのがありました。今はね、青森から北海道まで青函トンネルでね、一気に越えることができますけども、昔は船で皆さん渡っていたんですね。その船が遠山丸という船だったと思います。その船がですね、嵐の中で転覆し沈没するわけです。でその時に救命ボートが出るわけですけども、その救命ボートに乗って助かった人もいるわけですけどもね、
その中にアメリカ人の宣教師の方が一人いらっしゃったんだそうですよ。で、その方がですね、ボートに乗っていた。そしてふと暗闇の中、海の中を見ると、一人の子供がアップアップしていたというんですよね。それでその宣教師は海へ飛び込んでいって、その子供をですね、すくい上げてボートに乗せたところで力尽きてですね、そのまま闇の中に消えていったそうです。もう一つはこんな事件ですね。同じく北海道であった事件だと思いますけども、ある坂でですね、列車が逆走し始めたというんですよ。逆走、そこで車掌さんがですね、懸命にその車両を止めようとしてあれこれしたというんですよね。ところが坂道ですから、列車がどん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 逆走して速度を上げ始めたと。そこでその車掌さんはどうしたかというと、列車を止める方法がないものですから、自分の体をですね、その車輪とレールの間に置いて、そして自分の骨で車両を止めようとしたというのです。まあ詳細はですね、私遠い記憶をたどって話していますので、遠いと言いますかね、昔読んだ本の内容を記憶をたどっていますので、間違いがあるかもしれませんけども、その二人の方はどうであったのかなと思うわけですけども、二人とも私は大変安らかな心でこの世を去ることができたんだろうと思います。それが生きた証ということになるのではないでしょうかね、皆さん。つまり私は生きたんだというその実感が、その人の生きた証になり、その証がその人に安らかな深い眠りを与えるのではないのかなとです。で、私自身はどうなのかなって考えるわけですけども、私にはそんな証など望むべくもないわけですし、どうすればこの世にですね、生を受けて、そして生きて、そういう生きた証を自分のものとして、まあ死ぬことができるかなって考えるわけですけども、大変難しいですよね。冒頭で人それぞれ様々ということを言いましたけども、それはね、いろんな人がいるんですよ。遠いね、昔の学歴に固執してですね、50歳になっても60歳になっても何々大学出身だなんてね、それを誇りにしている人も実際に私の世代にはいるんですよ。それから仕事をしている時の肩書きですよね、地位、肩書き、名誉をやはりこう生きた証にしている人もいますよね。それからまあね、肩書きって言いますかね、肩書きにそのやっぱり生きた証を求める人は多いですね。それが間違っているというわけじゃないんですよ。名誉、地位、肩書き、あるいは学歴にその人のね、その時の思いというものが凝縮されているわけですからね。みんな辛い思いをしているわけですからね。その辛い思いという、その苦労苦しさというものがそういうものに凝縮されているということですね。ですから、まあ、結果としてそういうものに固執するというか、こだわるというか、それがあったところで私はおかしいとは思いません。あるいはね、自分の成した業績すごいね、成功者になったとか、お金持ちになったとかね、財産家になったとか、というようなことをやはり生きた証にする人もいるでしょうね。まあ、いたところでそれはそれ
今日はね、他人様のことはジャッジしないと、まあ、そういうふうに心に決めてこのビデオダイアリー始めましたので、これ以上のことはここでは言えませんが、しかし今自分の周囲を見てですね、先ほど言いましたようにだんだん人生もですね晩年に近づいてくると、一体自分は何をしたのだろうかなとかね、何ができたのかな、しかしそれができなくてどうだったのかなとかね、そんなふうに考える時間が多くなりました。そしてふとね、ふとですよ、自分が死んだらどうなるのかなということも考えるわけですけども、何も残らないでしょうね。となると自分がですね、これから先、まあ、人生を終えるわけですけども、その時に生きた証というものがあるのかな、ないのかなということを考えるわけです。まあ、つまりですね、私はどうであれ残る残らないは別にしてですよ、あまり死後の世界がどうであるということはあまり関係ないというか考えないんですよ、というか、まあどうでもいいわけですよね、はっきり言って、はっきり言えば。でね、私こんなこと考えたんですよね、あくまでもここから先は SF ですよ、サイエンスフィクションです。あのダ・ヴィンチとですね、レオナルド・ダ・ヴィンチとですね、16世紀前半に亡くなりましたけども、ダ・ヴィンチとウィリアム・アドレフェ・ブーグローですよね、1900年やはり初頭に亡くなったんですけども、共に大変な画家なんですよね。はい、まあブーグローもザザザザーと肩書きを並べてましたからね、まあいいんですけども、あのダ・ヴィンチとブーグローがですね、大変顔がよく似てるんですよね、目の付け根のイボまで同じなんですよね。で、ある時私こう考えたんですよ、あくまでも SF ですよ、つまりレオナルド・ダ・ヴィンチからウィリアム・アデルフェ・フ・ブーグローまでですけどもね、ブーグローはタイムトラベラーではないかとです。つまりダ・ヴィンチの生まれ変わりではないかと思ったわけです。です、ある時ですね、そのブーグローの気持ちになって、あれ視点、ブーグローの中に視点を置いてレオナルド・ダ・ヴィンチを見てみたわけです。というのはですね、ウィラム・ブーグローがもしダ・ヴィンチであったとするならば、私はこんなふうに思うと思うんですよね。私は16世紀の初めに死んだダ・ヴィンチの生まれ変わりだ。その後自分がどうなったか、今それから400年経った今、あれはね350年ぐらいでもいいわけですけども、知ることができるよと。そして自分自身をですね、未来から見ることができると。ああそうだったのか、ああそうかって感じでね、と同時に自分がダ・ヴィンチ時代であった頃の恐竜を訪ねたりね、その後の自分の知り合いの消息を訪ねたりってことをしたかもしれませんよね、するかもしれませんね。そういう形でですね、自分の死後をですね、例えば私が林修司が死んだと、その後その死後の様子をですね、200年300年に生まれ変わった自分が見るっていうことはあるのかな、ないのかな、あくまでも SF 的な話ですけども、あれば、それまたちょっとね、物の見方、考え方、死生観というのが変わってくるわけですけども、それはいいことなのかな、どうなのかなという部分もないわけではないんですよね。知ったところで悲しい思いをするかもしれないし、例えばね、林浩司頑張ったけどもね、200年未来からその私の死後、まあね、どうなったか見たら、あっという間に消えてね、もう1、2年もしたら誰も名前すら語ることなく
もう亡くなってしまったなんてことを知りましたらね、寂しいですよね。その反面、ひょっとしたらですよ、どこかで私にしたことが評価されて、それがですね、いろんな形で、花が咲くっていうのはちょっとね、どうかと思いますけども、自分っていうのが、自分の命というものが無駄でなかったってことを知ったら、やっぱり嬉しいでしょうね。はい。しかし、残念ながらね、そういうことは私に関してはありえませんので、話を戻しますと、要するに、生きた証というのは死後のことということになるわけですけども、死後に評価されるということになるわけですけども、あまり当てになりませんから、あの死の死んだ後の評価などというものはね、それはある意味で大衆といいますかね、が決めていくことであり、その大衆というのもあんまり当てになりませんからね、作られるものですから、死後の評価などというものは。例えば今年はですね、去年ですね、2017年はもうこの辺りはですね、明けても暮れてもいい直虎、いい直虎、いい直虎一色でした。 NHK の大河ドラマに取り上げられたもんですからね。しかし私もワイフは特にね、生まれここの浜松市で生まれ育っていますけども、私もこの40年間以上住んでますけどもね、50年近く住んでますけども、NHK の大河ドラマになるまで、いい直虎なんていう名前は全然知りませんでしたよ。はい。それはなんて言いますか、小説家から映画化って言いますかね、ドラマ化されて、そして、名を挙げたわけですけども、ね、それは作られたヒーローでもないんですけどね、ただの女城主として、家を守ったというだけの話ですからね。何かをしたわけでも、神前美の追求をしたわけでも何でもない人なんですよね。そんなことは私やあなたのね、ご家庭でもみんなしてることですからね。いいんです、そんなことはケチつけるつもりはありません。ジャッジはしません。してしまいましたねごめんなさいね。別にどういうことなんですけども、私が言いたいのはそのことではなくて、要するにこの大衆が決める評価などというものは作られるものだということですよね。となると、ますますその生きた証というものをですね、死後の世界にどう評価されるかというふうに求めていくということは意味がないということになるわけです。となると、やはり、はっきり言えば、今私は70歳ですけども、これから死ぬまでの5年、10年、わかりません、運が良ければ10年ですけどもね、が勝負ではないかと思うわけです。その間に私自身が、目を閉じたときにね、最後の目を閉じたときに、ああ、いい人生だったな。俺はやることだけはやったぞ。やるべきことはやったぞ。思う存分生きたぞ。という思いが、結局は生きた証になるということですね。その後の評価などというものは、どうでもいいわけですよね。あってもなくても。ね、なくてもあっても、どうでもいいわけです。要するに、そういう意味では多分に自己満足的な、自己評価ということになるわけですけども、その一瞬に全ての自分のね、人生が込められるということではないでしょうかね。そのために私たちは生きているのではないでしょうかね、ということにもなるわけです。ですから、先ほど申しました、言いました富山丸事故の時にね、あのアメリカ人の宣教師が海に溺れる子供を救い上げて、その時自分は力尽き果てて暗闇の海の中に消えていったと。その方はですね、その瞬間、安らかで深い眠りの中に入っていくことができたのではないでしょうか。あるいは自分の体を投げ出してですね、そして自分の骨で列車を止めようとした車掌さん、その瞬間、本当に瞬間ですよね。安らかで深い眠りの世界に入っていくことができたのではないでしょうか。
というようなことを今日は考えました。まあね、そんな劇的な死に方っていうのは、それは私たち凡人には真似できるはずがありませんけども、ふと自分の人生を今こうしてね、振り返ってみたときに、さて私には生きた証があるのか、そしてその時生きた証っていうのが私を安らかで安らかで深い眠りに誘ってくれるかどうかってことについては、まあこれから5年10年の勝負ではないのかなというふうに思います。ますます時間を無駄にすることができないなってね、まあいつもの結論になりますけども、そういう話になってきます。まあ皆さんね、それぞれが今の今も、それは年齢に関係なくですよ、生きた証というのを求めてさまよい歩き続けておられるのではないでしょうか。ということで今日は生きた証について考えてみました。それでは皆さん、今日一日、1月11日木曜日ですよね、どうか素晴らしい一日をお過ごしください。 Bye for now.